左利きだと聞いて驚いた男性芸能人ランキング。松坂桃李と星野源の意外な共通点、それは左利き。利き手のハンデを努力で乗り越える左利きイケメンスターといえばこの方たち。第10位、加藤シゲアキ、ニュース。小説家としてもすごく才能があるので左利きと聞いてしっくりきました。シゲちゃんは生粋の左利き。 DVD とかで左で食べててもええ。加藤さんは鉛筆もお箸もすべて左手、左でマイクを持ちながら右手で踊るダンスではきっと誰より努力しているに違いない。第9位、八乙女光、平成ジャンプ。いつも見てるのに違和感なくて気づかなかった。天然キャラが定着してるけど実は天才肌。ヒルナンデス見て気づいてました。私も左利きだから親近感。ヒルナンデスの歌謡メンバーとしてお茶の間に愛されている八乙女さんも実は左利き。なお平成ジャンプはメンバーの3分の1が左利きなんだとか。第8位、手越優也、ニュース。テイの時は右手上げてるのに意外ですね。イッテ Q でスポーツやらお祭りしてますが実は大変だったのかな。矯正してませんでしたっけ。もともとは左利きで右に矯正したという手越さん、サッカー好きとしても知られていますが利き足はどっちなんでしょうか。第7位、二宮和也、嵐。器用なイメージだけど左利きとは思ってなかった。利き手に関係なく演技していてすごい。嵐に仕上がれで左手で食事してるの本当に可愛い。自身の左利きをバラエティ番組などでも公言している二宮さん、料理人を演じた映画では右利き用の調理器具を使いこなせるよう陰ながら練習していたんだとか。第6位、玉木宏。年齢的に矯正されてる世代だと思うけどどうなんだろう。 NHK の朝ドラや時代劇に出演している時は右手を使ってたかな。お顔ばかり見ていて気づきませんでした。なんでもスポーツは左でお箸や字を書くのは右なんだとか。左手を駆使したテクニカルなスポーツシーン、ドラマでもぜひ見たい。第5位、竹内涼真、クーリッシュは右手で食べてる。努力家の龍馬くんのことだから矯正したのかな。そういえば CM で料理してるとき左使ってたかも。ビューネくんの CM、 左手で女の子の顔撫でるんですよ。神の手。ドラマ過保護の過保護で画家の卵を演じた竹内さん、思えばあの時も左手で鉛筆を持っていました。スマートな左利き男子かっこいい。第4位、小栗旬。ファンなのに気づかなかった。右でご飯食べてるシーンを見ていたので人知れず頑張っていたのだなと思った。超有名なのに左利きは知らなかった。味の素の CM でも左手でお味噌汁を食べている小栗さん、時代劇を演じるときは右手でお箸を持つなど役に合わせて矯正することもあるそうです。第3位、星野源。ギターは右で演奏してますよね。才能豊かな人なので左利きと聞いて納得かも。逃げ恥、右手で食べてましたよね。3位はミュージシャンで俳優の星野源さん。基本的には左利きのようですがお箸とギターは右なんだそうです。もともとは利き手じゃないはずなのにあの演奏、才能が底なしすぎる。第2位、松坂桃李。たくさんの映画に出演していてアクションもあるのに全然わからなかった。マイペースさが左利きっぽい。穏やかだけど自分の世界がある人、天才肌なんだな。2位はアクションもさらりとこなす松坂桃李さん。実は完全な左利きで右利きを演じるのは毎回苦労しているそうです。アクションも利き手じゃない方で演じていたなんてすごすぎ。第1位、山下智久。英語が堪能なのも左利きが関係してそう。ドラマ見てるのに気づかなかった。ドラマインハンドで左手がスムーズだったのを見て左利きだったのかと気づいた。ドラマなどではほぼ右利き仕様なんですが、もともとは左利き。ストイックな山下さんなので大人になってからの矯正も努力でクリア。ドラマインハンドでの左手必見です。
以上、左利きだと聞いて驚いた男性芸能人ランキングでした。あなたが左利きだと聞いて驚いたのは誰ですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。